ネットワーク接続とトレードシフトテナント ID 確認についてご案内いたしますサイドバーのアプリ内からネットワークをクリックします外部ネットワークタブを開き取引したい企業名を検索します一覧からつながりたい企業のつながるボタンをクリックすると相手企業に招待メールが送信されます相手企業側で承認後 申請企業のネットワーク、自社ネットワークタブ内に接続した企業が表示されます。接続済みの相手とは請求書等のやり取りが可能になります。外部ネットワークで検索して見つからない場合は、自社ネットワークタブの企業を招待をクリックします。企業名と国を入力し、企業を追加をクリックします。 企業をトレードシフトで探すをクリックします。似た企業にも見つからない場合は、企業が見つかりませんでしたをクリックします。企業名、E メールアドレスを入力し、企業を追加をクリックします。所在地、コンサンプションタックス、ジャパン、グローバルローケーションナンバー、識別紙、言語を入力し、保存をクリックします。 招待された企業側が登録完了しましたら電子請求を開始できますネットワーク接続依頼で招待メール受信した企業側の承認方法をご案内いたします申請メールの承諾をクリックするとタスクリストに申請企業名が表示されます3点リーダーをクリックし承認するをクリックしますと申請企業に受理メールが返信されます ネットワーク、自社ネットワークタブ内に接続した企業が表示されます。以上でネットワーク接続は完了となります。引き続きまして、デジタルトレードアプリの一括登録に必要なトレードシフトテナント ID 確認方法をご案内します。ネットワークの自社ネットワーク内に表示されましたテナント ID を確認したい企業の3点リーダーをクリックします。 企業詳細を見るをクリックします。画面にトレードシフトテナントアイデンティファイヤーに表示されている英数字がトレードシフトテナント ID となります。以上でネットワーク接続とトレードシフトテナント ID 確認は完了となります。